九流浦流は大韓民国継承北道北行市南区の湯。日本海に面した漁業の町で北欧市の東部に位置する。白木時代の進行の頃、県令が付近を巡視していたところ、突然嵐に見舞われ、海から十頭の竜が天に昇り始めた。このうち一頭が雷に打たれ、海に沈んで嵐は収まった。残りの九頭の竜が天に昇ったため、 九龍浦と名付けられた。元は小さな漁村であったが、1906年頃から香川県小田村の漁民を中心に日本人の移住が始まった。当時の瀬戸内海は漁民間の漁業権争いが激しく新たな漁場を求めてのことだった。九龍浦周辺は良好な漁場であり、網を投じると引き上げる際に網を切り離さないと重さで船が転覆するほどであったという。 当時の日本人たちは当地を九龍と呼び、今日でも懐かしんでいる。漁場は活況を停止、日本人町は大いに発展した。最盛期の1930年代には1万人を超える流動人口があり、漁業、水産業従事者は500名余りに達した。日本人漁民の移住と日本人町の開発に当たっては、 岡山県出身の佐川や三郎と香川県出身の橋本善吉が中心人物として活躍した。橋本善吉の邸宅は旧流裏近代歴史館として現存している。日本人家屋通りの一角1945年に日本の統治が終わると日本人は日本に引き上げたが残された家屋は壊されずに現地の韓国人の住居となり、 日本人町の面影が保たれた。一方、九龍浦の水産業は、戦後も公共をなし、1977年には32,699人の人口を数えたが、その後漁獲量が激減し、1997年を境に人口減少が続いている。地域経済が低迷する中、 歩行士は、旧日本人町を、旧流浦近代文化歴史通りと命名し、歴史教育の場及び、観光地として整備した。2011年3月4日から2013年12月31日まで、公費86億本をかけた、整備事業は、2012年12月に、町おこしのモデルケースとして、国土海洋部の第2回韓国警官大賞最優秀賞を、 受賞している。28の行政里と10の法廷里からなる。ありがとうございます。